俳優、石田純一、66、の所属事務所、メロンは15日、公式ブログを通じて、石田が新型コロナウイルスに感染したことを報告した、写真。笑顔のつむぎちゃんを優しく見守る東織こと石田純一。石田のブログでは、弊社所属の石田純一が、4月15日新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました、と報告。自殺については、4月10日仕事のため沖縄へ行き、4月11日に体がだるく感じ、4月13日に東京へ戻るまでホテルにて休息をとっておりました。その間、発熱や咳の症状はありませんでした、と説明。続けて、4月14日病院にて肺炎の傾向が見られたため入院となり、PCR 検査を受けた結果、4月15日に陽性と確認されました、とした。最後は、この度、ご迷惑をおかけした関係者の皆様には、心よりお詫び申し上げます、と謝罪し、今後は関係各所の指示のもと、感染拡大防止に努めてまいります、と記した。石田は2009年12月12日にプロゴルファーの東織子、44、と結婚。12年11月に長男、利太郎くん。16年3月に長女、青葉ちゃん。18年4月に次女、つむぎちゃんが誕生している。なお、石田は最初の妻との間に石田一生、45、前妻の女優、松原千明、62、との間にタレントのすみれ、29、がいる。